今日は湘南ベルマーレの選手たちも青いユニフォームのはずです。どんな入りになりますか。さあ前半の45分のスタートです。この立ち上がりがちょっと注目ですね。そうですね、長いボールを送りました。おなじみのちょっとパンツを託し上げながら松田、これはキーパー触ってシュートへゴール頭でついた金子、先制湘南です。1対0、セットプレーを生かしました。まあ、こぼれがあったんですがよくつながりましたね、はい、いやこれは湘南にとっては大きいゴールですね、はい、いやここちょっとか重なりましたね、大分の方はね、ゴールキーパーとディフェンスラインのところでミスマッチがあります。1人ついてヘディングシュートしてくる、ナイスボール、同点、高澤決めて1対1、あっという間にその1本のコーナーキックが同点劇につながりました。いやこれも手前でフリック気味にシュートしたやつをいいタイミングで高澤が入ってきましたね、まあ、これもおそらく準備してきた形でしょうね。ディフェンスが倒れてその間斉藤がドリブルで上がってきました。チャンス、その斉藤を入れたボール、ヘディングシュート、これキーパー足、もう1回チャンスがあります。いや高木の技ビッグセーブ、至近距離のヘディングを高木足でカバー、これ橋田さん見ていただきたいんですが、はい、足元のボールでしたけれどもよく反応しましたね、あの至近距離でね、はい、そうですね。さあ後半のスタートです。さあここから旗が仕掛ける、旗入れる、流れてきましたがチャンス、これはポスト、最終的にはクリア。いやー今はビッグチャンスでしたね。サイド変えるパスがしっかりこの肌の足元に入って、はい、まあ、縦に抜き切る前にクロスですよね、はい、でまあ、逆サイドで、まあ、待ってる折り返し。さあここで流れの中で残っている岩田、その岩田が前に送ります。いいです、ね、面白いですね、はい、チャンス、シュート、決まった伊佐、決めて逆転を置いた、1対2、ポストにぶつけてゲット、1対2になりました、大分勝ち越し。いやこれは素晴らしいゴールですね、はい、2つ入れてワンタッチで背後へ、で伊佐がその間を走り込んで左足でダイレクトでシュート。いやこの3人のボールの動かし方とこの背後へのワンタッチのパスに対してランニングしたこの伊佐のタイミングも素晴らしかったですね。もう最後のところはしっかり抑えて逆サイドネット、このバウンドの処理きた、そのアップシュートへ、ポスト、いや正面からのシュートを狙っていきたい岩田、右に流れて今度はカットイン、そしてさらに右へ開きました、入れたボール回したシュートへ、決まりませんでした。ポストですね、曲は合いませんでした、金子届かずタイムアップ、湘南ベルマーレホーム最終戦飾れず逆転負け、1対2のスコアで青いの